ソシオニクス、はい、ソシオニクスを紹介させていただくときは、はい、めまいさんのいざよいブログからですね、はい、紹介させていただいております、はい、概要欄にリンクが貼ってあります、はい、面白いです、はい、考える順番みたいなのが、そうです、優先順位、はい、うん、説明はすごい分かりやすくなっておりますと、うん、今日紹介させていただくのは LSE ですね、はい、ロジカル感覚、うん、外交の人ですね、はい、LSE なんですけども、はい、生産性の鬼、はい、優れた統率力、うん、高い集中力という特徴があるタイプの一つですと、うん、はい、LSE は諸説あるが、はい、ESTJ とおおよそ対応するタイプですと、うん、諸説あります、はい、ちゃんと言及されてます、はいはい、LSE の基本的な性格は活発で働き者であり、うん、質の高い仕事をすることができますと、はい、絵があってね、うん、ビシバシってやってるんですけど、はい、あ、俺もめっちゃビシバシされてると思って、はい、社会に、社会がこれですよね、はい、社会がこれかどうか分かんないですけどね、場合によるんじゃないですか。なるほど、社会がいろんなことを求めてくる。なるほど、その上に空気を読めとまで言いますか。そうそうそう、両方言ってきますからね。生産性を上げろ空気を読め、はい、場をわきまえろ、うん、いろいろ言ってくる。 TPO を考えろもう年本当に、はい、LSE は自信家で仕事ができ、うん、勤勉な人ですと、うん、何もせずじっと座っていることはできません、はい、言葉よりも行動を好む、うん、責任感をしっかり持っている、どこにいようとも混乱や無秩序と戦いますと、はい、自分のしていることから気をそらされるのが嫌い、うん、休憩している時には仕事をするのと同じくらい徹底的に休みますと、はい、責任感が強いので仕事のチームだけでなく、うん、家庭でも大黒柱になります、うん、仲間のために良い環境を整えることができますと、うんうん、物質的に豊かになっていくことで愛する人たちを食べさそうとします、うん、とても思いやりがあります。誰かの身に危険が迫ったら助けに向かいます、うん、このような状況では勇気と決意を持って行動します、うん、そんなしっかり者な LSE ですがちょっと怒りっぽいところがありますと、うんうん、まっすぐな言い方が反感を買いやすいのですが、うん、反抗されればますますムキになり、うん、ついには激怒してその場を去ることすらあること知れません、うんうんうん、で今日この LSE ですね、はい、モデル A というのがあって、うん、8つの機能でどう考えていくか、はい、っていうことなんですけども、うん、これですね、これ、はいはい、LSE の、主機能ファーストですね、はい、ファーストは TE、うん、外交思考ですと、うん、まあ、この主導する機能というのは、うん、その人のリーダーですと、うん、中心となる機能で、うん、目立ち自信があるその機能については、はい、なので葛藤がある場合に最終決定を下すのがこのリーダーですと、うん、っていうところですね、うん、が TE、うん、主導する機能で TE を持つ人は、うん、自分の個人的な趣味や専門的な活動に関する事柄について、うん、本や人から聞いた情報などという、うん、外部のソースから事実的な情報を蓄積しようとする機能ですと、うんうんうん、またこの機能によってその事柄に精通しているという自信を得るので、うん、自分の知識に自信を持ってそれに関係する議論に参加することができるのですが、他人には横柄な印象を与えることもあります。他の特徴としては外的な事実の評価が挙げられます。つまり労働、社会問題、金融、手続き、人間関係、会話などが外的な事実に当たりますが、正確であるか、理にかなっているか、効率的であるかといった視点からそれらを評価する、うんうん、でそこから外界をどんどん効率的に合理的にしようとして、うん、同時に自分は役に立つ、うん、実利的である、うん、学べる活動に関わっていて
生産的であるという自尊感情もどんどん高めようとする、うんうん、間違いだと分かっている情報を広めることは不安にすることなので、うん、できる限り避けますと、うん、そういう人いますね。いますよ。体調は、うん、T って入ってるんでしたっけ。 T 入ってます。でもこういう、はい、TI、 あ、なるほど、はい、自分の考え、自分の中でこう理屈をまとめる。なので、うん、ここまでその生産性、合理的が、うん、ええんやっていう感じではない、うん、ではないし、で、まあ、主機能が多分 NE なので、はい、可能性の方が重要なんですよ、理屈よりも。あ、今とかじゃないんですね、うん、今この場をどうすべきか、効率とかっていうよりも、もうなんかもっと可能性とかですよ、アイディア可能性、まあ先を考えるとね、はい、っていう、うん、そうすると多分この人が思うのは、うん、そんなこと言ってたら終わらないだろうっていうのが出てくるんでしょうね。終わらないだろうっていうか、仕事遅くなるだろうとか、金稼ぐことの方が重要だったりするんじゃないですか。で、セカンドは2番目のとこですね、はい、想像する機能、うん、想像する機能というのは主導する機能を補佐する副リーダーであり、状況を判断してリーダーに伝えるのが仕事、うん、主導する機能に比べると自信がなく控えめ、うん、想像する機能が働かされすぎるとストレスを感じるっていうところですね、うんうん、LSE のセカンドは SI、うん、なので内向感覚です、はい、想像する SI を持つこのタイプは、うんうん、人々を穏やかな気分にさせたり、うん、楽しませたりする計画を立てるのがもともと得意ですと、はい、しかし自然とそういうことをしているというよりは、個々の場面で必要性が生じたときにそういう振る舞いや技術を発揮するというのが常です、うん、主導する SI を持つ SEI と SLI とは違って、うん、いつも穏やかで安定しているっていうことを重要視しているわけではないと、うんうん、この人たちは人の趣味や好みに調子を合わせ、うん、何かをしてあげたりプレゼントをあげたりすることで友達や家族を喜ばせるのが好き、はい、例えば整理整頓や掃除をして家の中を快適にするとか、うん、楽しいところへ連れて行くとか、あるいは趣味を追求できるような機会や人を見つけてあげる、うん、ということをします、うん、個々の場面で必要性が生じたときにそういう振る舞いや技術を発揮するというのが常とあるので、全てなんかこのやっぱり TE に結びついてる感じはしますね、はい、TE の補助する機能ですからね。あの生産的であるために喜んでもらってた方がいい、うん、そういうことじゃないですか。全てこの実利的につながっていくような見え方がしますね、うんうん、なんか心からしたいみたいな、うんうん、ではない感じを受けております。まあ、多分そういうことだと思いますよね。で3番目、規範の機能ですと、はい、規範の機能というのはルールファンクション、はい、自覚のある短所の一つ、うん、新しい場面に弱く自信もないが社会的な場面では適応しなければというところで無理に働こうとする、うん、でピンチの時に頑張ってくれるのもこの機能ですと、うんうん、ただ、弱いって自分で自覚しているので、うん、いつ攻撃されるのかっていうのでビクビクしています、うん、っていうのが FE ですと、うんうん、外交感情、はい、規範の機能に外交感情を持つタイプの人は、うん、特に集団でいる時にはその場に広がる感情的な雰囲気に適応しようと努めます、うん、そしてすでにある程度知っている人たちの前では、うん、ウィットに富んだ発言をするなどして良い雰囲気を作ろうともします、うん、しかし、うん、そのような努力は基本的に控えめで、うん、長くは続かない、うんうん、というのも情熱以上に複雑で激しい感情を表すことは、うん、この手のタイプ、この、はい、3番目に外交感情を持つ人にとっては難しいと、うん、大きな声で笑ったり冗談を言い合ったりする激しい感情表現が交わされる集団の雰囲気にはどうしても加われないと思っている、うん、雰囲気を壊さない
ようにする必然性に自覚的であろうとはするのですが、自分の気分や相手に対する個人的な感情と勝ち合わない時には全然うまくいかない、典型的なのはなんかみんながこの軽い感じでわーって言ってる時に、はい、人が間違った発言をした時に、なんか訂正する、あ、それ間違ってるよって って言ったことで、あ、この人怒ってるって思われ、この雰囲気に加わろうとしている努力が台無しになってしまう。外交感情のプロから言わせると、はい、まあ僕もまあ空気を読めない発言はするんですが、そういう人いますよね、今言わなくてもって、今論点そこじゃないしみたいな、のはいるような気がします。そんなみんなの前で言ったらみたいな、ね、あ、そう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 。で4番目 NI ですと、この4番目は脆弱な機能、はい、で最大の短所、で強い苦手意識がある、新しい場面に弱い上社会的なニュアンスにも疎い、全く自信がなく使用するだけでストレスを感じる、っていう今この上4つは自覚のある部分ですね、はい、でこの4番目が NI、はい、内向直感ですと、脆弱な NI を持つこのタイプは、今の流れの行き着く先を見積もろうとするよりは、むしろ物事をあるがままに受け入れ、目の前のタスクに焦点に当てることを好む、どうしてそうなるのかの輪郭を描くより結果的にどうなったのかをベースに話をしますと、この人たちは時間を未分化分けられないものと捉えている、つまり過去今未来は全て今か今の一部のこの近い部分として見なしている、未来について語るときには、特に長期的な計画を立てるときに顕著ですが、あたかも未来を今日達成できることのように扱います、まず必要になってくる進歩というものについては、無自覚であることが多いと、基本的に物事にどれくらい時間がかかるとか、どれくらいの時間をかけるのがいいっていう感覚に乏しい、そのためこの人たちにとって、あらかじめ完璧なまでに計画を練ることなくして、スケジュールを遂行するのは難しいのですと、いますよね、スケジュールにガッチガチなスケジュールに厳格な人って、だからあれですよね、多分ザクッとイメージでこれはこれぐらいかかるかなっていうのが想像することが苦手だから、これはどれぐらいかかるっていうのを調べて、これはこれぐらい、これはこれぐらいって計画を立てていくで自分でやってるからなのか、そのまあ大体何ヶ月ぐらいですかねみたいな言い方を許さないんでしょうね、いつかを聞いてますみたいな、だからまあ分かんないんですよ、多分想像できないって話ですもんね、苦手で、なるほど、だから自分はこうこれにこれぐらいかかって、これにこれぐらいかかってっていうのを調べて、まあ実績とかですよね、実際どうだったかみたいなのを持ってきて、だからこれぐらいですかかりますみたいな、それをざっくり大体なんか感覚で言うじゃないですか、3ヶ月ですかねみたいな、はい、でこれをなんかまあスケジュールって毎回仕事で揉めますよねって、ごめんなさい、なんか口ばっかりですね、はい、やめましょう、やめましょう、はい、はい